伊予ぎれ和漢楼栄集。和漢楼栄集は、平安時代中期の歌人で苦行の藤原近藤が、漢詩、漢文、和歌を集めた楼栄のための詩文集である。昭和2年頃に成立した。大和の綾楼栄集あるいは、漢末の内代から、大和の綾小とも呼ばれる。もともとは、藤原の道長の娘石時代の際の引き出物の、屏風絵に添える歌として選集され、 後に近藤の娘が藤原の道と婚姻を結ぶ、際の引き出物として、老英に適した和漢の詩文を達筆で知られる藤原光勢が聖書し、それを冊子として想定されたものと言われている。平安時代前期、中期の貴族生活と国風文化の流れの中で編纂された詩文集である。当時、老英は司会の他にも講師のそれぞれの集まりで、 その場にふさわしい宗クや名家を選んで呂唱し、場を盛り上げるものとして尊重されていた。漏洩の成功の様子は、源氏物語、紫式部日記、枕の奏詩など、王朝文学における物語、日記文学、随筆にも描かれている。また、大鏡には、安奈二年、源正信が村上天皇を偲んで、家信霊月を漏洩したことが記されている。 和漢漏英集は、こうした要請に応ずる形で戦した詩文を、漏英外ごとに分類、配列したものである。直線和歌集、五集和歌集序に、大納言金東京山と諸子のお菓子きこと二巻を、選びて、物につけことに、よそえて、人の心を床さしむとある。上下二巻で構成。その名の通り漏英に適した漢詩及び、漢文五百八十八句と、 和歌216首を選んだものである。首として三大首と、大江これ時編、潜在格より取材しており、四では、当の白、巨位の137区、ついで日本の還元文字の44区、和歌では、吉良雪の26区を咲いたとしている。徒歩、李博は、各一区と少なく、これは、当時の好みを反映している。このアンソロジーには、 随所に日本的編集思想がすでに見られる点が注目される。構成は直線和歌集、古今和歌集等に習い、上官に春夏秋冬の四季の歌、下巻に増加を入れている。立春の日、宇縁に花を立てまつる夫、家臣上述したように、藤原近等が娘と藤原の道との結婚の引き出物として歌集を送ることを思いつき、 三席の一人藤原光勢に聖書してもらい、それをで長本の冊子として想定して、硯箱に収めて送られたと言われている。くれない、愛、木、茶の薄めの唐紙にきらら引きの十日紋をさらに、すり込んだ漁師を用いている。光勢は、漢詩を、会所、行書、草書の混ぜ書きに、和歌を、奏柄で書いている。いよぎは漢老英周春、聖日以後、 漏洩のテキストとして、また、施作科作の手本として広く愛称され、書道の名家によって書者されたので、習字の手本としても、新調された。文学においては、源氏物語や、枕の奏詩など、平安時代以降の日本中世文学に、思想の題材を与えた影響には極めて大きいものがある。また、漢字と金文字の両方で、当時の流行歌が書いてあることから、 寺小屋などで長年読み書きの教科書としても用いられた。東、大寺旬のリボーや、東、大寺近高僧城など僧に渡った、日本の修行像が、当地の寺に入山するときにも収めたという記録がある。中国本国では指して知られていない城巨位の、航路をミネした新占い三挙が再録され、これが後に、枕の僧紙で取り上げられたため、本国以上に、 日本で知られる監視となった事例もある。なお、イエズス会によって1600年に出版された、キリシタン版、和漢老英集の上官が、スペインのエルエスコリアル修道院に残っている。和漢老英集は、平安時代末期頃から注釈の対象となっていた。具体的な古注釈書は、以下のものがある。ありがとうございます。